こちらの機械はですね、気破壊で糖度を測ることができる光センサー付きの選果機になります。であと、もう一つの特徴としましては、今投入してますけども、普通は選果機は手乗せですね、一個一個原料を乗せていくんですけども、こちらの機械の場合はこのような形で投入することができるですね、自動供給器付きの光センサーの選果機になります。であと特徴がですね、処理能力ですけども、1秒間に5個を選果する最大能力は1万800個ですね、選果できる選果機になります。通常の選果機は秒3個ですので、秒1万800個で普通の通常選果機の 1.5 倍の処理能力を持っている機械になります。火破壊検査はですね、こちらの方に絵がございますけども、糖度はですね、特定の光に吸収されるという特徴を持っておりまして、こちらの絵のように果実トマトに光を当てますと、こちらのセンサーで測ります。例えば A という波長の値を100当てたとして、こちらのセンサーで70という値が出た場合は30だけ吸収されましたね、あまり甘くないと。100という光を当てまして、こちらの方で値が30であればですね、70吸収となりますので、非常に甘いトマトというですね、糖が特定の波長に吸収されるという性質を持ってですね、火破壊、普通ですと切って絞って糖度計で測るんですけども、それをあえて切ることなくですね、火破壊で検査することができるという仕組みになっております。メリットとしてはですね、省力化になります。普通ですと選果機の場合はですね、人で投入するところですね、投入する人と1人投入する人がその倍、2人箱を詰める人がいるんですけども、この場合は1回投入してしまえば、投入した後は空になるまではですね、詰める方に行きますので、従来3人であったものが2人、要は1人ですね、省力することができる。それとさっき申し上げました処理能力はですね、通常の選果機で 1.5 倍ありますので、能力も高いということの大きな2点がですね、この機械の特徴になります。